こんばんは。こんばんはです。赤ちゃんみたい。そう、今日はおでこ出してました。なんか今日そのドライブ、今日インスタのしとったやつ、今日なんですけど、あれベレー帽をかぶるときに前髪をなくしてベレー帽をかぶるのをずっとやりたかったんですよ。なんかおしゃれなイメージがあって、なのでやってみました。こんばんは、たいさん、ありがとうございます。ありがとうございました。今日はいっぱい七並べした。確かにね、センター分け、なんかど真ん中で分けとるのはすごく珍しいかも。ねえ、雪降っとった。積もったりはしてないけど雪パラパラ降っとった。今日マジで寒かったです。本当にそう、凍えました。凍えたよ。明日寒いらしい。なんかさ、最近もうずっと寒いみたいな、クリスマスまで寒いみたいな聞いた。やだ。温度大橋どっち渡った？新しい方渡りました。温度橋やったったんたったったんちょちょちょんうん。安全運転できました。お母さんはヒヤヒヤしとったけど、マジでもうその歌のとこなんですか。え、多分そうだと思います。え、この歌って全国共通ですか？この歌って有名？あ、それはロンドン橋？嘘。私、温度橋って歌ってた、今まで。ずっと生まれてから。え、それロンドン橋っていうの？ロンドン橋っていう歌なの？私は、温度橋。ね、ローカル風にしてた。え、温度橋かと思ってた。これ替え歌だったの？え、初めて知った。え、じゃあ、え、ロンドンバ、え、じゃあロンドン橋なの？ロンド橋。え、でも運入るとこなくないですか？ロンド橋、ロンドン橋、ロンドン橋。え、
大音飛ばしかと思ってました。 A ショック外国の歌なんや、初めて知ったびっくりです、びっくりうふふ学びました。でもこうやって歌ってる広島の人おると思う、多分探したらそう、今日はそのファイブコーヒーマーケットっていう、なんか結構広島では有名なカフェなんですよ。カフェというかご飯も食べれるし、カフェもカフェの方が主わかんないけど、で海が超近くにあって、で私行ったことなかったけどずっと行きたいと思っとって、そうやっと行けた、絶景でした。てか今日めっちゃ寒かったけど、そのお昼とかはすごい天気良くてね、いい感じでしたテラス席あったよ、テラス席あったけどね、寒くてね無理だったね。時計の音って気になって夜寝れんくない？なんかさ、ここで配信するようになってさ、みんなから時計の音聞こえるみたいな言われて、そうすごい意識するようになったぐらい、この時計はずっともうちっちゃい頃からあるんですよ。そうなんか、ここで年計なんとも思わんし、でもここでお昼寝するときとかもね、なんとも思わんねん女の子の声も聞こえるなんかその言い方怖私じゃない幽霊の声みたいな。そう、もう生活音の一部、これはねプーさんのね時計です。でこれはプーさんのこたつ、プーさんのこたつというかプーさん柄別にプーさん好きってわけじゃないんですけど、そう、ただプーさん色のソファーなぜか偶然、うん、はちみつ食べたいの？いや本当にね、誰もプーさん好きいないんですけど、気づいたらプーさんが増えてた。うん、たかしさん、誕生日おめでとう。誕生日おめでとうございます。おほ、ポッキー。おめでとう、君が生まれたこの日、心を込めてお祝いしよう。You are my angel.
懐かしい西野カナさん。ウケるめひまわりさん今日からコンしてる。確かによく見たらなんかひまわりみたい。奇跡をありがとう。注射得意ですか？注射はもう本当に本当に得意じゃなくって、その家に帰ってくる時も出る時も割と注射っていう注射をしなくても簡単に出入りできる家なのね難しいな。だからなんかガチの注射をしたことなくって、で今日ねすごい車が少ないところで注射の練習をしたんですよ教官と。そうでもマジで本当にとっても下手くそでそうじゃけんね、注射はゆっくり練習しないとって感じですね。うん、お高いやつだ、うん、スクショタイムナルドさんありがとうございます。サンタプレゼント10年分タワーって感じプレゼントがいっぱいある下に置いてある。ナルドさんプレゼントいっぱいいっぱいいっぱいありがとうございます。ナルドさん、プレゼントいっぱいサンタタワーありがとう。ありがとうございます。インフルの注射まだ私はねあと何日か後にするスケジュールの人です。そう、マジ流行ってるの？嫌だ嫌だ嫌だ。でも私の周り誰もいないかも、インフルっていう人。うん、メンバーもさいないよね、なってる人。ならない方がいいよそれはそうそれはそうや。明日から割とクリスマスに向けて頑張りましょうねっていう感じの日々なので、
頑張ります。やばいな、あと2週間余り。これはびっくりですわね。めっちゃ寒さ対策するわ、ほんまに寒いの無理。You're my best friend. 出会えたこと、奇跡をありがとう。みんなの冬の曲といえば何ですか？あんまりわかるやつ歌いたいと思ったけど、あんまりわかるやつがないな。なんか今年最後のあの曲名はわかるやったやつが多いけど、パッて思い浮かぶやつが少ない。私はメリクリですね。ずっとずっとそばにいて、ダラ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 。一番綺麗な私を抱いたのはあなたでしょう。すごいボア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 です。20年くらい前の曲なん。マジか、びっくり。すごいですよね、ずっと歌い続かれ続歌い、うん諦め。雪やコンコン、あられやコンコン。諦めてしまった。うん、 ST のクリスマスの曲出したい。なんかさ、クリスマスになったら絶対さ SKE さんの12月のカンガルーやるじゃないですか。そんな感じでそういう季節の曲があったら盛り上がる系の、他のグループさんにもいっぱい歌ってもらえそうでいいよね。STA もそういうの欲しいですね。何がいいだろうね。もう大体ありますよね、もうさ、いろんなグループさんの曲でこの季節というか何月はこれみたいな。うん、ひな祭りか、節分。いやなんかひな祭りコンサートとかがさ当たり前にあるような文化だったら、ひな祭り曲があったらめっちゃ歌ってもらえそうだけど、うん、確かにお正月いいですね、お正月曲。お正月曲いいね。
けおめん、あけおめん、えけいおm e あけおめん、そんなセンスとか言うんだったら作ってみてくださいよ。ね。確かにお正月の歌いいですね。あとなんだろうね。バレンタインはさ、なんか何曲かあるイメージある。ないかな。うん。お正月とクリスマスどっちが好き？クリスマスかな。お正月もなんか確定で休みがあるけん好きじゃけど、なんか2、3、4とか大体休みじゃないですか。3日連続休みとかなかなかないけ嬉しいし、美味しいもの食べれるし。前までは絶対にお正月が好きだったんですよ。でもお年玉をもうもらえない年になったので、そのクリスマスの装飾、街の装飾とか可愛くて好きじゃけクリスマスかな。あとお年玉はもうどうあがいてももらえない感じがあるけど、クリスマスだったらそのこの前のさ STU チャンネルみたいな、なんかお仕事関連でワンチャンもらえるんじゃないっていうのがあるので、クリスマスの方がワクワクしますね。そう。欲しかない。そう、欲しかないです。そう。でも基本的に12月とか、うん、両方好きですね。うん。おいっ子めいっ子はいないです。でもおいっ子めいっ子欲しいです。マジで本当に欲しい。一生甘やかしたいです。ちっちゃいサイズの服とか靴とか、もう超与えたい。絶対可愛い。だってうん、当分できない気がしますね。兄弟もいとことかもそんなめっちゃ年離れた上の人とかがおらんくて、
みんな大体年近いし、まだそういう気配もないから、そう、年近いか下かしかいない。年下のいとこはいるの？え、一人年上だけど、それ以外の5人？ん？うん、5人年下です、いとこ。一人年上、結構年近いかも、みんな。あの、両方合わせてね、父方と母方。そう、いつかお年玉あげる側になるよ。え、なるよね多分。え、私がお年玉あげるのは、あの、お兄ちゃんの子供にあげるのか、私があげるってなったら、まあ、その近辺であったちっちゃい子にはあげるのかもしれないけど、今の感じだと私はおばあちゃんとかと、あといとこのお母さんの、え、いとこの親の親にもらうんですよ。だよね。だから私はお兄ちゃんの子供にあげるんだ。へえ。不思議な感覚。そしたらこの家に、え、だってもしお兄ちゃんか、まあ、万が一私が結婚して子供ができたら、その子にとってはこの家がおばあちゃん家ってこと？え、マジで想像つかない。え、ここがおばあちゃん家？割と綺麗なおばあちゃん家だ。今時はもうそうか、この流れで。私のあれで、じゃあここに甥っ子がさ、甥っ子とか姪っ子がさ、ここを走り回るってこと？マジで想像つかない。本当に想像つかない。非現実的だな。そっか、今日行ったおばあちゃん家がひいおばあちゃんの家になるんだ。へえ。すごい。私は地方おばちゃんって呼ばれるんだ。やば。不思議ですね。お姉さんとおいと言わないな。確かに。でもその甥っ子姪っ子に言われるおばさんはなんか何とも思わないかも。
なんかそんな年下メンバーとかにちほーばさんとか言われたら、ちほーばちゃんとか言われたら、あの本気で本気で言い直させるけど言い直しなさいって言うけど、そう、おいっ子めいっ子に言われたらなんともないねそう、ちほちゃんって呼ばせよう。え、呼ばせたい。そうさ、ちっちゃいさ赤ん坊とかにさ、ねえねえちほちゃんみたいな感じで言われたらさ、もう私やばいかも。今考えただけで胸キュンそう、ゲームとか買ってあげたい、あのうんいいね。お兄ちゃん頑張ってほしいな。ベビーカー買わされました。それは親が買ってくれ。それは親が買ってくれ。それは。それは親が買ってくれって言うわ、私だったら多分、うん、うん、じゃあそろそろお礼をします20位ふうくろさん、19位とろわさん、18位もやたろうさん、17位やまさん、16位みっくさん、15位ブルーさん、14位アポロンさん、13位ひろろんさん、12位20世紀ともちゃんさん、11位ともっちたんさん、10位キャンシーさん、9位グリオティーヌさん、8位つりけんさん、7位天下海さん、ラッキーセブン、イエイ。6位かーくんさん、5位ガンスくんさん、4位ユリアピースさん、3位東京のスワンさん、スリースリー、2位ヨイチさん、ツーツー、そしてそして第1位はピラヒュン、ナルダさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう。あのプレゼントいっぱい、サンタクマタワーもありがとうございました。ナルダさんありがとう。配信ありがとうございました。インスタ写真可愛かったよ。嬉しい。なんかさ、たまにほのたんからさ、インスタの DM で感想が来るんですよ。感想というか、なんか可愛いとか言ってくれるんやけど、今日の投稿かわいいって来て嬉しかった。イエイ。え、早く終わってさ、最後一回七並べしようと思います。終わったらすぐ七並べ開くので皆さん一緒にしましょう。イエイ。ということで皆さんありがとうございました。おやすみなさーい。